加工の二人は白石和文の小説。2012年11月12日に単行本がカーデ書房新社より刊行され、2015年6月8日に文庫化された。本作は2011年に起きた東日本大震災をきっかけに白石が生きることの意味を見つめ直して書き上げた作品であり、 数年ぶりに出会ったいとこ同士の男女が互いに抑えきれない感情の深みに落ちていく危険な関係性を描いている。2019年にエモというと滝内久美のダブル主演で映画化される。作家の田口ランディはこの加工の二人という物語は現代の神話ではないかと思うとした上でどことなく頼りがいがなくて不安に駆られている。 主人公を憎むことができないし、河口付近で性行為をする二人の姿が言いい様もなく、切ないと評した。作家の久保みすみは、著者の白石について、生きるとは何かを常に、誠心誠意問い詰めてきた作家であると思うとした上で、特に、東日本大震災で発生した、原発事故によりその取り組み方や描き出す作品に、凄みが増してきたような感じがすると評した。 2012年11月12日発売、河出処防審者、ISBN978 から4から3090214232015年6月8日、発売、河出文庫、ISBN978 から4から3094137542019年8月23日に公開、荒井春彦監督、エモというと、滝内組のダブル主演で、出演者も、 この二人のみとなっている。撮影は2018年夏に10日間行われ、舞台を原作にある福岡県から秋田県に原作者の白石の許可を得た上で変更された。R18 指定。ありがとうございます。